今まず1本剥きました。草を取ることなくバナナの皮かっこよく食べて、え農サファリ札幌の森ちゃんです。今日は日本猿の花ちゃんにバナナそのまんま揚げてみたいと思います。剥かないで、はい、こうやってやるかもしれないです。行ってみましょう。行ってみましょう。はい、さあそれでは早速花ちゃん行ってみるよ。いいかい、いいかいではそれ行くんですか。1本とかじゃなくて。1本じゃなくてこれで行きます。行きます。はい、花ちゃんどうぞ。お好きにお食べ。はい、まず1本行きました。草を取ることなく剥いてるのか、剥いてちょっと開けてますね。はい、中身をほじくり出すように食べております。森さん、はい、めっちゃ早いっす、食べるの。めっちゃ早いっす。しかもなんかちょっと綺麗とは言い難い、剥いた 0.1 秒後に入ってますね。はい、剥きながら食べる。剥いてます、ちゃんと。まだ行くの。足でちゃんと固定してましたね、今。で、口で最初剥いて少し広げて飲み込んでないです。全部頬袋に入ってます、今のところ。森さん、はい、違うところから剥いてます。嘘こういうの期待してたんだけどな。こういうの、こういうの期待してた。もう剥ければいいのかな。そうか、中身出てくればいいんだ。2本目いくんじゃないですか。2本目いく、3本目いくじゃないですか。はなちゃん、3本目いくの。あ、ちょっと今女の子なんで恥ずかしがってますけど、すっごい口の中もこもこです。はなちゃん、もこもこ。取らない。すごい。うわ。口すご。お袋すご。多分一回もガッツンしてませんねこれ。口で剥いて適当なところから剥いて、雑やな。すごいね。すごい雑。横から剥いてますね。はなちゃんでもスピード落ちたんじゃないですか。3本目ですね。だいぶ。それ皮、それ皮。それ皮だよ。あ、皮のね。そういらないね。皮に対してすごい厳しい。上手。上手ね。そこを食べるんだ。そこを食べるんだね。いきなり皮食べ始めた。甘いのだけじゃ物足りない。すごいかっこいいね。はなちゃん上司ですよね。上司ですね。足見てください。足必要らしいです。かわいい。あ、皮をいくんですね。他の皮すごい無駄に捨ててるのに、あそこの皮だけ食べるんだ。次やりますか、企画。大丈夫です。森ちゃん、変なバナナの皮かっこよく食べて。え、頬袋に入れてるんですか。全部頬袋に入れてますね。自分のタイミングで、あの口の中に入れるんですよね。ギュッて指で押して入れることが多いですね、うん、3本って3本です、ね、ご飯3杯分とかなんじゃないですか、カロリー。でもなんかまだ物足りなさそう、うん、どうだった。美味しかった。美味しかった。すっごい耳元でくちゃくちゃ言う。顔の大きさ変わんないわ。すごい。すごいよ、はなちゃん。もう顔はいいですか、これ。もう顔はいいですか。もうポイしちゃいますけど。食べるんですね。森ちゃん、こっち顔目線ください。あ、似てます。そうですね、ちょっと近しいものがありますね、やっぱり。おいしい。この皮の、この中。この皮のやめてって言ってます。やめてって言ってます。いらない、ここも。これいらないの。これ皮いらない。これ皮いらないって言ってます。やめてって。さっき食べたけどいらない。いらない、いらない。あの、何がすごいかって、バナナ食べるのすごいですけど、はい、こんな近く行けるんですね、日本猿。ちょっと凶暴なイメージはありますよね、なんとなく。そうですね、ちょっと強いというか。やっぱり仲良しだと同じ群れにいるって思ってるでしょうね。あ、森さんと毛づくろいとかしてくれます、うん、なんで私もこう毛づくろいしたりします。はい、こうやって毛づくろいいきなり、はい、してくれております。森さんの何かをね、はい、あ、何か取ってますね。そうですね、かさぶたですね。あ、食べてます、食べてます。食べてますね、食べてますね。ノースサファリ札幌森ちゃんと日本猿の花ちゃんでした。チャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントお待ちしております。ありがとうございます。